こんにちは、シェロディです。 え今日はですね、7月に入ってから初めてのスニーカー発売情報ということで、今回は7月の5日から10日までに発売されるスニーカーの中からピックアップしてお届けしたいと思います。今日紹介するラインナップっていうのは、そんなにね、めちゃくちゃ目玉モデルっていうね、争奪戦が繰り広げられるであろうみたいなモデルはないんですよ。ないんですけれども、それぞれの形、個性のあるものが多いですし、久々の復刻っていうものもね、いくつかあったりします。売れ線の1つ2つのモデルだけフィーチャーされる感じではなくてですね、バラエティーがあるかなと思いますんで、皆さんの 中でも選びがいいあるんじゃないかなかと思います前回のナイキの夏セールは6月末で終わったんですけれどもこれからね多分8月ら辺にですね去年と同じく、えー、ナイキ祭りみたいな感じでですねセールが始まるかと思いますし他のブランドでもねセールが今やってるとこもあれば、えー、もうちょっとでやるところもあるかと思いますそんなセールもねあるんですけれども新作がやっぱりね気になる方も多いんじゃないかなと思いますんで今日ピックアップするものが皆さんのフレッシュなスニーカーを買う参考になればと思いますよろしくお願いします はい。それではここからね、一足一足ピックアップモデルを紹介していきたいと思います。まず一足目なんですが、こちらですね。僕としてはね、結構珍しいというか、あまり取り上げることがないんですが、ミズノのスニーカーですね。ミズノの MXROG ということで、こちらは2009年に発売されたマキシマイザー13というモデルがあるんですが、それをベースにリデザインされた2000年代を彷彿とするモデル、MXR のスポーティーバージョンということですね。まあ見ていただいてわかる通りですね、Y2K 乱ュネオダドスニーカーだなという感じがすごくしますね。 えー、このテクニカルメッシュアッパーそしてーオーバーレイのところの銀色のねラインなんかが入ってますけれどもこういったところもですねすごく最近の流れを感じるなというところです特にねやっぱりこの辺はアシックスが得意だったりするんですがそういった人気の傾向を見てですね水野の方からもこういった y 2系ランスを出してきたんじゃないかなと思いますねただ水野ね、えー、ご存知の通りアシックスとともにですね日本を代表するスポーツブランドでもありますよねそしてこういった実用的なスポーティーな形をしているものを以前から水野のウェーブ ライダーが出てるようにですね、えー、すねごくまあ得意な分野でではあるんですねなのでこういった Y2K 乱視に関してはこれから水野ねどんどん出してくるんじゃないかなと思うんですよね、えー、多分アーカイブたくさん持ってると思いますんでそれをファッション的にもですねいけてるような感じに、えー、リデザインして出してくるっていう今回のねこの MXR みたいな感じで、えー、いっぱい出てくるんじゃないかなとそういう風に感じるモデルですねでこちらがですね価格がね安いんですよ1万1000円ということで抑えられた価格になってますよねのの、えー、の方でもでもすねこれ以外の他のスニーカー 割とね結構値段が張るものものあったりしますしかし、このモデルに関してはかなり安めの価格設定をしているところからですね、おそらくこれは、ミズノのスニーカーへのエントリーモデルとしてですね、出してきているような感じもあるなというふうに思います。最近の流行りの Y2K ュルしかもですね、ミズノっていうちゃんとしたメーカーが出している。それをこの価格で買えるってことはすごくいいかなと思いますね。ということで、2足目いきます。2足目はこちらです。ナイキキルショッットト2ブラックファントムですねこれは以前にもね、お話をさせていただいたことがあった、トラビスジェネリックス スニーカーーカシリーズみたたいななね、えー、そんな感じでお話ししましたがトラビス・コットのですね、人気スニーカーのエア・ジョーダン・ワン・ロー・ブラック・ファントムにすごく似たカラーウェイであるということでね、僕が前に紹介させていただいたことがあります。こちらがですね、1回売り切れてですね、元々の定価は12,980円なんですけれども、そこからプレネがついてですね、えーまあ、2万円前後ぐらいですね、2二次ルーツで上がってしまったっていうことがあったんですね。で、これ日本だけじゃなくて、海外の方でもですね、プレネがつくというふうな、そういった事態になってました。 やっぱりね、色の効果っていうか、ヒットしたモデルと同じような空上で作ると、釣られてしまうんですかね。釣り込みがあるんだと思うんですけれども、やっぱり売れやすいというところがあるのかもしれません。前のね、ダークモカに似てるやつとか、あとリバースモカに似てるやつ、これに関してはね、まだまだ在庫ね、あったりするんですけども、このキルショット2は全部完売してますんで、えー、再販を待ち望んでた人も多いんじゃないかなと思います。で、今度ね、7月の5日に発売ということで、価格12,980円、低、まあ、価で買えますよっていうチャンスがまた来たということですね。 しかしですね、これはもしかしたら今回またね、数がめっちゃ少ない可能性があるなと僕は思ってまして。というのがね、こちらがですね、もともと発売になった時に、出てすぐにね、完売になっちゃって、その完売になった後もですね、ファントムストックってね、よくスニーカー好きの間で言うんですけれども、在庫あるように見せかけて実際ないみたいなことがですね、あって、僕もこれね、買おうと思って、一回自分のサイズ選んだんですよ。それでカート入るところまでは行ったんですけども、ご購入できませんみたいな表示がバッて 出てきててきねねすすででになないいっっう風な状況が、ね、前あったんですよということはですね、おそらく今回も在庫結構少なめにリストックしたんじゃないかなというふうに思うんで、欲しい方はね、また買えるからどうせいいわと。今、プレネ、ね、だいぶ落ち着いてきてるところですけども、低価で買うのはですね、思っているよりも難しいかもしれません。ということで、これね、もし欲しい方はぜひにというところです。一応ね、持ってる方のですね、レビューというかコメント以前のね動画でいただいたことがあったんですけれども、まあ、質感的にはやっぱりね、これレーザーなんですが、商品説明の 合皮の割合が結構多いらしくてトラビス J1 ローに比べると質感的にはちょっとまあ落ちるというところはですね指摘されてはいましたが、まあ、それでも価格は、ね、かなり本当にナイキのスニーカーの中でも安いブルーに入ってくるかなと思いますのでいいな欲しいなと思ってた方はです、ね、この機会にトライしてみていただければと思います発売はナイキ .com で7月5日の9時からですね朝9時からになってますんでこちらよかったら皆さんチェックしてみてくださいということで早速 行きます3側目はこちらです。ナイイイイキウメンンンズエアジョーーダレトトトロハ OG フファスラですね。今年4月にこちらが発売されるという情報が出てたんですけれども、国内では7月6日発売ということで確定したということですね。これは1903年にライト兄弟が飛行機の初飛行に成功した地と言われているアメリカのノースカロライナ州をたえた一足ということですね。ホワイトをベースにしてユニバーシティブルーとミッドナイトネイビーを重ねたアッパーデザイン。これは航空機が翼を得た瞬間を表現したということで、この ジャンプマン、ンプマユニバーーシティゴールドのアクセントになってますけれどもこの色はノースカロライナをですね、友人飛行の基盤を作った地として賛美しているからということですね。まあ、金メダル的なことだと思います。ノースカロライナはジョーダンのね、出身大学の地でもありますんで、そういったところもかかってるかと思いますし、このウィングルゴ自体もですね、デザイナーのピーター・ムーア氏が、えー、米軍のですね、航空部隊が制服につけているピンバッジから着想したっていうふうに言われてますんで、今回のこのカラオイに込められたエピソードっていうのはすごくね、エア・ジョーダン1の元々のね、えー、デザインともますが 高いのかなと思います素材的にもレザーとスエードが使われているコンビネーションみたいな感じになっていてカジュアルな感じもありますんで普段履きとしてすごくね使いやすいんじゃないかなっていうカラーですねこちら価格は26,950円でスニーカーズの方で発売になる予定です7月6日の朝9時からってことなんですけれどもこれが抽選販売じゃなくて販売開始っていう風に書かれてますんで抽選の時にある10分間のエントリー猶予はないのでえ気をつけていただければと思いますということで続いてですね4足目こちらです7月6日発売オピウムパリナイキ ウィメンズジョーダンエアシップここちらが発売されるとということですね一応今のところ海外だけで発売が決まってるんですけども日本にいながらも購入はできますんでその方法については後ほどお話しさせていただきますということで今までない感じのかなりポップな感じもしますしちょっと毒気のあるような感じもするカラオケですよねこのオピウムパリはもともとねスニーカーを中心として発売している、まあ、セレクトショップみたいなところなんですがアパレルとかも並べて置いてあるみたいな感じでですねセレクトが結構面白くてジョーダン、ナイキーやとねエアディラスとかプーマも置いてるんですがその中に ルコックも取りりてたりとかしててですねこういったスニーカー系のねセレクトショップとしては珍しいかと思うんですけどもえそういった個性的なチョイスをしている店ということですね今回のエアシップも結構ストリート感がね溢れてるなって感じがしますまあ色的にもね結構毒々しいというかオピームって元々アヘンの意味なんでそういったこともねあるんかもしれないですけれどもこの黒紫水色っていうのはオピームパリの色でもあるんで初のコラボっていうこともあって店のカラーをね落とし込んだものかと思いますけどもかなりマッチしてるなというふうに感じますねでアンダーレイのところが白になってい もね逆にいいいかなと思いますこれで全部黒やったらね、なんかちょっと重すぎる感じはするんで。特徴的なところはつま先の星マークですね。まずはここ。そして、かかとのところのエンボス加工をしているところですね。ここにパリスって書いてたりします。ヒールテープのところにはオピウムパリの特徴的な柄が落とし込まれているっていう感じですね。これかなり癖がありますけれども、好きな方多いんじゃないかなと思います。これがですね、150ドルでの販売されるっていうことなんですけれども、先に言ったみたいに日本での発売はありませんので、現在海外で購入するしかないんですね。で 今のところ4月6日にですね、エンドの方で発売があるということで、エンドの価格は2万1600円になってるんですけども、ここに関税と送料が載ってくるかと思うんで、プラス5000円ぐらいはね、考えとった方がいいかなと思いますね。あとはオピウムの公式サイトの方でも発売されるみたいなんですが、おそらく150ドルで発売ということになるかと思うんですけれども、一応もう販売ページは公開されてるんで、オピウムパリスエアシップっていう風に調べていただいたらね、ググっていただいたら、えー、ホームページ出てきますんで、そっちらの方で購入ができるかと思います。まあ、日本発売もあるかもしれませんので、 特段ね、めっちゃ欲しいわっていう方じゃなければ、ちょっと様子見てもいいかもしれないですね。そして続いてはこちらですね。7月5日発売、プーマーラフランスですね。これが2色発売されるということで、こちらね、以前にも発売されたことがあるモデルなんですけれども、NBA の注目選手である、ラメロボールのシグネチャースニーカーということですね。まあ見た目がですね、すごいですよね、これ。ファットシューレースもそうですし、アッパーの感じもね。そしてカラーウェイもね、かなり大胆なカラーウェイだなと思います。まあ見た目ね、本当に一見ね、全然プーマー感がないですよね。これ前にトラ トラビス・スコットとランバンがコラボしたスニーカーがあったんですけども、それとかなり似てるなという感じがします。まあ,あ、れもね、もともと、オサイラスの D3 をですね、ベースとしているとは思うんですけれども、プーマスウェードでファットシューレスが使われてたんで、そこはね、もともとプーマのオリジナルって感じかもしれませんけども、すごいですよね、この見た目。こちら、ラバーカップソロになってて、オンコート、オフコート両方とも使えるそうなんですね。形自体はラメロボールのプレイスタイルにインスパイアされたデザインということで、どっちかというとオフコートに近い感じにはなってますね。これがですね、19,800 800円ということで結構ね値段的にも買いやすい価格かなと思います周りと被らない感じのスニーカーが欲しい方にはすごくね僕はこれはおすすめかなと思いますねあとねプーマっぽくないというところもすごくねいい感じかと思いますま、まあ、もちろんバスケットボール好きな方ラメロボールのファンの方もですねこれは、えー、かっこいい一足なんで欲しいって方もいるんじゃないかなと思いますもうすでにプーマのアプリの方では公開されてて発売自体は7月5日のですね、えー、午前10時になりますリマイダーが設定できますので欲しい方はこちらリマイダー設定して待っていただけたらと思いますということで次 ですね、次はこちらです4月9日発売ナイキウィメンズショックス TL これが2色発売になりますカラーはブラックマックスオレンジそしてピュアプラチナムメタリックシルバーですねすごくはっきりとした違いのある色なんですけれどもどちらもショックスの中では人気なシンプルなカラーですね最近ナイキの中でも結構人気のショックスでセールに出てきたことも前ありましたけどもセール出た時はすぐに完売になっちゃったぐらいですね割と人気が続いているのかなと思います一見ねクセありとか派手そうに見えるショックスなんですけども履いてみたらそんなことない なくて足足元元にねねインンパクトをつけれるんんででででシンプルななな格好でももが、ねえー、結構際立つかというところですどちらも人気からなんで待望してた方もいいらっしゃるかと思いますただね、結構価格はしますね。25,630円ということで、気合入った価格になりますんで、ポン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 買えるもんではないかなと思いますが、ショックスはね、エアと違って割とね、持ちがいいと思います。前に僕、R4 持ってたんですけども、それも10年以上履いたですね。だから、加水分解とかがですね、しにくいってことを考えると、このショックスは、えー、長いこと履くスリーカーとして、えー、結構高いけども買っておくのはいいかい ただこれねウィメンズなんですよねだからちょっとねサイズ的に履けないって方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますショックス本当にウィメンズばっかり出ますけどもこれね最大サイズが2 9センチなんですね僕の友人もね足のサイズが3 0センチの人いるんですけれどもやっぱ買えないと SB とショックスは買えないということなんでねいつも売れてるサイズね大きいサイズから売れていくじゃないですかショックスってだからね女性に売りたいのわかるんですけどもメンズサイズ展開してもいいんちゃうかなと思いますしウィメンズで売るにしても30とか31作ってもらった方 い,いんじゃないかなかと思うととこころはありまますすねこちらら発売売月の9日朝9日朝時からスニーカーカズでで販売開始となってててチェックしてみてくださいということで、続いてもうこちらですね。同じく4月9日発売。ナイキウィメンズショックス TL ブラックボルトですね。さっきのカラーと打って変わってなんですが、かなり派手なカラーリングやなというふうに思った方もいらっしゃるかと思います。これパッと見て何か思い出した人ね、いらっしゃるかと思うんですね。えー、それはですね、ネイマールのショックスですね。2019年に発売されたショックス R4 のね、色とかなりそっくりな カラーウェイになってますちょっとね、えー、その色の入り方っていうのが上下違うとかっていうのあったりしますけども、大体のカラオエ似てますよね。だからあれを彷彿させる色として今回出してきたのかなと思いますね。別にネイマールはね、今回関係ないと思いますが、まあ夏なんでね、こんな派手カラーも欲しいって方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、これもね、7月の9日にですね、朝9時からスニーカーズで発売ということです。で、こっちはね、ちょっと価格が違うんですね。さっきのショックス2色よりもちょっと高い27,280円ってことですね。このカラーリング台なんでしょうかね、何かわかりませんか 若干ここっちの方が高いということとうで少しし特別感ののあるカラーななかもしれないでですねで次紹介するのが最後になるんですけどもこちらですね4月10 M1000 発売ニューバランスですねこれが2色発売されるということで1999年に発売されたパフォーマンスシューズ1000の復刻モデルということなんですね90年代後半のランニングシューズ市場で人気を博したチャンキーなシルエットそして多色使いのカラーリングスリークなシルエットにウェービーなアッパーを合わせたユースカルチャーを想起させるデザインということですね今回は Y2 をオマージュしたファッション的な価値を高める新たなスタイルということですねニューバランスにしてはかなりポップなカラーのですねブラックベースのモデルそしてフレッシュなシルバー系のカラーも用意されているということですねこの m 1000シリーズは最近ね復刻が始まったんですけれども多分これね結構人気出るんじゃないかなと思いますねこのシリーズは今回の2カラーだったら僕はブラックの方がね個性的でいいなというふうに思うんですけれども形自体はねシルエットが丸っこい感じなんで先に、ね、説明で言ってたみたいに y 2系感を感じられるものだなと思いますやっぱりねどのブランドも y ててるなって感じしますねこの線に関してはね構造的にも確かに90年代後半から2000年代を感じさせるようなデザインでアッパーの部分はね95とかにも結構似てるデザインなんですけれどもソールの部分は細かくてすごいシルエットが凝ったデザインになってます一見ニューバランスっぽく見えないところもですねコアなニューバランスファン以外も手が出しやすそうな感じの一足かなと思いますそして価格はね19,800円ということでこれもまた手頃ということですね発売はニューバランスのオンラインの方で7月10日午前10時から発売と とい,ということで、今日もね、8足紹介させていただきましたね。8モデル紹介しましたけれども、いかがでしょうか。えー、結構ね、目玉モデルないにしろ、割とね、面白いモデルはあるなと思いました。やっぱりね、Y2K というところがね、本当に、えー、肝になってるなというところがありますね。最初に紹介した水野も Y2K 乱種、そして最後に紹介したニューバランスも Y2K を彷彿させるモデルということですね。まあ、この辺りのスタイルが好まれるっていうのは、しばらく続きそうな感じがしますね。 皆さんいかかがですかね今回紹介した中でこれがいいなというものがありましたかねもしくはなければですねご自身の中で4月5日から10日までに発売されるスニーカーの中で何かこの1足も面白いぞというのがあればですねコメント欄で教えていただけたらと思います はい。ということで、いかがだったでしょうか、えー、今回は7月5日から10日までに発売されるスニーカーの紹介ということで、えー、ピックアップさせていただきました。今回ね、僕がピックアップしたモデルっていうのは割と形が面白かったりとか、するものが多かったと思います。僕的には気になるのはやっぱりね、プーマのラフランスですね。えー、やっぱね、プーマっぽさがないというか、マジで本当にブランドどこかわからないですもんね。これパッと見でそんな感じのを作ってこれると、ちょっとね、僕は気になったりしますね。あとはショックスですね。ショックスも結構カラー出ますね。今回3色出るという ことなんですね、同時にやっぱりショックスの中ではね一番人気なのはブラックかなと思うんですね今回のブラックはですねブラックとオレンジということでほぼ全部黒なんで合わせやすさ的にこれがいいなって思う方も多いんじゃないかなと思いますね僕もちょっとこれ気になってるんですよねただやっぱ価格に関してはねすごい躊躇するところありますね結構高いね本当に2万5000円超えてるっていうことがありますんでね昔2019年に出たネイマールのねコラボの R4 はですね、えー、同じショックスでまあ TL とちょっと違う形で R4 というねオリジナルの形なんですけれども、えー こっちの方はね、定価が確かね、1万6200円ってはずなんですよ。だからここ5年ぐらいでショックスも結構ね、値上がりしてるんじゃないかなと思いますね。一足一足選ぶのが本当にね、なかなか難しくなってきてるなと思います。まあそこに来て、ミズノのね、えー、今回発売される1万1000円の乱収があったりとかもしますんで、価格的にはね、やっぱり安いに越したことないですが、えー、見た目的なね、デザイン的なところでやっぱりスニーカー選びたいなっていう人多いと思いますんで、どこまでの価格だと許容範囲かというところはね、皆さんの中でも違ってくるところがあるんじゃないかなと思いますね、それぞれ。 ナイキのスニーカーはやっぱり高いなってイメージがね、どうしても今回のラインナップではあるかなと思いますけども、前評判的にはね、エア上段はもう結構高いみたいなんで、こちらを期待してる方も多いんじゃないかなと思いますね。ということで、皆さんいかがでしょうかえ繰り返しになりますが、今回僕が紹介した中で皆さんがこれがいいなという風に思うのがあればですね、よかったらコメント欄に書いて教えていただけたらと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。CRD でした。 消耗品くらいが俺にはちょうどいいどうでもいい汚れてもいい壊れてもいい取られてもいい聞いたいことないけどそんぐらいいい特別じゃなくてもオンラインにランタイラインランタイラインラ